だけどめっちゃ美味しいね、うん、大根紫赤大根、うん、ミカの野菜嫌いやったのに好きになったよな。え、そうなん、うん、めっちゃ好きそう。めっちゃ嫌いやったよ昔は。嫌いやったよな、うん、焼き魚今も嫌いか。え、今好き。今好きなの。ちょっとめっちゃ食のことミカだったなんで私こんな把握してるんやろ。怖いな。全部把握してるから。そう、あのミカナにしょっちゅうなんかご飯の差し入れとかしてたからさ、アメケが。だから嫌いなものなんかやったら知ってんのよ、うん、めっちゃ仲いいんやんな、お母さんと、うん、バカポンの、うん、最近連絡したん。したよしたんやなんであの明けおめって明けおめすごいな。ミカナからさ、もう段ボールいっぱいの山口土産が阿部家に送られてきて、本当にもうなんか3段ぐらいに重なっててすごい。もう住所も知ってるからさ。そう、すごかったあれ届けてびっくりした。そうそうそう。しかもなんかミカナのお母さんからの手紙みたいなのも入ってて、うんうん、今後ともミカナをよろしくお願いしますみたいなお世話になってるからって言ってた。ありがとう、うん、すごい。24時間配信はどうでしたか、 YNN の。もう結構前やね。ね、うん、どうや、何したみんな。ミカヒの時めっちゃ山本ミカナが喜んでたね、うん、なんかそう、春日、鈴宮春日がミカナがめっちゃ好きやから、うん、衣装を見た瞬間にめっちゃ嬉しい、うん、言ってた。なんかミカナがモバメで春日やりたいって言ったの。そうそうそう、読んでくれたんかなって。そう、なんかね、どこからか情報入手してくれて、うん、すごい。そう、やってくれたんですよ、うん、だって YNN 大好き、一番嬉しいって言ってたもん、うん、その時ミカナ春日で一番喜んでた、うん、いや嬉しかったね、あれは本当に。自腹で買ってやろうとしてたのよ、うん、コスプレを。そう、でもさ、やっぱウィッグとか大変やん、自分で用意するの。やっぱね、そうやから諦めかけてたんやけど、うん、こんなちゃんとね、ウィッグまで用意してくれて、うん、嬉しかったね。めっちゃ良かった。好評やった。うん、みんなめっちゃ喜んでくれて、めっちゃ似合ってた、ね、可愛かった、うんうん、3人でね、あのハレハレ愉快も踊って踊りました。2人がさ、めちゃくちゃさ、振り覚えの早いからさ、うん、一瞬で覚えてくれて、うん、一緒に踊ってくれた。なんか自分もさ、ハルヒめっちゃ好きやからさ、うんうん、嬉しい。おお、ゆりやんは言えねえ。キョンで、キョン、キョン、キョンで出てそっちなんや、うん、キョンポンです。キョンキョンポン。あの YNN のパーカー着てないの。パーカー、え、私あの、あの毎年のそうコスプレしかしてない。そんな人おるんや。逆に何のコスプレしたのか。あとシェン、シェン、シェン、シェンロン、シェンロン、ドラゴンボールのシェンロン、リュウ、それしか着てない、うん、あとドラえのん、ドラえのん、ドラえの。あ、今年じゃなかったか、あれは。あれ、ドラえの、ドラえの、あれ、そんなのあったっけ。今年ではなかったね。ドラえのは記憶からなかったことになってるから。ドラえのいつだ、そっか、ちょっと、そんなあったっけ。なんもないな、忘れて忘れて、また反抗期出てきちゃうから大丈夫そ、大丈夫、大丈夫、ごめんごめんごめん、なんもないよ。最近ね、9期生が入ってきましたけども、うんうん、どうですか、仲いい子できましたか。仲いい変わりないよね。まだないね、挨拶程度だね、まだ。うん、9期生のなんやろ、お披露目の公演みたいな出てたから。あ、そっか、そっか。それで結構なんかみんな覚えて、ほんまにみんな面白い、ね、めっちゃ度胸ある。うん、24時間の企画の中で共演したんですけど、うん、ブレイキングナイン、そう、マジですごいよみんな、なんかミカナとケイトちゃんとウーカさんとナギサさんがもうめちゃくちゃ態度悪く構えてたのよ、うんうん、怖い感じで、うん、それ普通怖いやん、先輩が、話したこともない先輩が、うん、なのに全然グイグイ来てくれて、みんなすごかったね、度胸が。要するになんかめっちゃやりきってくれるから、めっちゃやりやすいし、ね、気持ちいいし、うん、そうそう、なんか見習わなあかんなって思った。本当に、うん、え、入って最初の YNN 覚えてる、あれやろ、なんか一人一人紹介してくれたやつやろ、覚えてる。何したん。何も覚えてない。覚えてないやん内容は何も覚えてない。なんかちくわ笛みたいなのしましたっけ。知らない、何それ。なんかちくわで笛吹きますみたいな。ちくわって何。ちくわ、あの食べるちくわで笛吹くみたいなしなかったっけ。どういうこと、ちくわで笛吹くって意味わからんやん。してましたよね、なんか記憶にちょっと残ってたりはするけど、ね、してた知らない、知らない、やばいやばいやばい、知らない。ああ、ごめん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 。
人間に黒歴史ってほんまに存在するんかなっていや、うん、わかるよ、ほんまに思うよ。食べて食べて、うん、食べよう食べよう、みんな忘れて、そっか、あったまろ、食べて、そうそう、おおこれがうめんだ、美味しいんや。こちらにしていただきます。締めのご飯、そういうことね。何ご飯、まだ内緒、内緒内緒よ可愛い顔でごまかそうとしてる。じゃあごぼうの炊き込みご飯となっております。おかわりできますので、はい、お付けください。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょちょ、開けて開けて、見せて、見せて、見せてやってよ。ふぅ、美味しそう。ま、炊き込みご飯とか絶対美味しいやん、ね。よしさ、お漬物もさ、めっちゃ美味しそうなんよ。ちょ、ミカの一番好きな食べ物、お漬物でさ。マジ？お漬物が大好きなんよね。これさっきのさ、紫大根じゃない？うん、絶対美味しいよ。美味しそう。いただきます。いただきます。これこれ、ほんまに美味しい。これこれなんよって味してる、うん、日本人が全員好きな味じゃない。なんかさ、うん、結構あっさりしてるからさ、うん、お鍋の後でも食べやすい、ね、美味しい、本当に美味しい。ヒカナの地元最高やん。最高やろ。最高やん、うん、美味しい。お漬物も、お漬物、おお、うん、うわ、それめっちゃ気ぃ利くやん、うん、やろおおおいおい、ありがとうございますどうしよう、なんかめっちゃ幸せなんやけど。うーん、 YNN とかってなんかたまにこういうめっちゃのどかな時間くれるからありがたいよね。たまにね、たまにね、たまにたまにね、そう、たまにたまのご褒美、たまに嬉しい。機嫌取りなのよ、たまのこれこれ機嫌取りなんや、うん、だからまんまと踊らされてるのよ。あ、そうなんや。じゃあこの間美味しいご飯食べさせてもらったから頑張ろうとか、うん、こんなことがもう我慢しようっていう作戦なのよ。うわ、なるほどね。そんなこと言ったら今日始発だぞでも始発できてこれが食べれるから幸せよね。幸せよ、始発できて偉い、ありがとう。遅刻したけどねすいません、一番悪い、もっと遅刻しました。朝遅刻して、うん、あの寝坊してね、集合時間、うん、家出る1時間半後に起きた。やばいやん、うん、大遅刻よ、うん、人生で一番遅刻した。今日な、間に合ったよ、集合時間に間に合ったから、ね、間に合ったから、まあよかったけど、うん、もう本当に申し訳ない。あの、もういっぱい食べて頑張ります食べるんやな皆さんにとって YNN とは、 YNN とは聞きたがるな、ね、これ情熱大陸ですかYNN とは、 YNN とはアーノンから聞く、うん、結構恨みとかあるんじゃない。恨みつらみ、ね、めっちゃ前も言われたなそれ、うん、でもそんなにないよ。ある顔してるけど、ある人の顔、これある人、嘘つく時の顔ないよ。楽しいよ、楽しい、よかった。なんか嬉しいよね、そうやって言ってくれると。楽しい、嬉しい。なんか YNN 好きって言ってくれたら嬉しいよな。うん、嬉しい勝手に誰誰私誰、うん、そっち側、うん、でも私マジでなんかめっちゃ感謝してんの、ほんと、うん、育ててくれた親親育ての親です、 YNN。 あ、そうなんや。アベアカにとって YNN とは育ての親。おいいね。そう、こうやってね、あの NMB の一員としてマジでなんか一人前にさせてくれた。そうね。からありがてえな。めっちゃ殻破れたくない YNN のおかげで。うん。ミカナは？ミカナにとって YNN とはセンターにさせてくれました。すごいやん。そうだよ。YNN のおかげ？うん、そう。YNN でいろんなことをしたから、うん、それがあるから仙台になれたと思ってます。確かにね、ミカナって見た目でクールなように思われがちやけど、うん、YNN があったからミカナの仲間で見てもらえて。そうね、だってミカナのファンに、うん、僕が好きって言ったら全員、あ、 YNN で頑張ってる姿、全員言うのよミカナ全員言うのよ。みんな YNN からミカナに入ってるんや、うん、みんな YNN の、 あの数少ない視聴者さんから始まって数少ないとか言うね、あ、めっちゃ、うん、だから感謝してます。うわ、センターに上り詰めるまで育ててくれたんや。自分らも YNN で頑張ってセンター目指そう。頑張り、うん、頑張りや、偉大な存在すぎる、すごいな。
そうよ。でもこれからもねやっぱ出続けて、うんうん、はい、センターになったからといって、うん、断らずに、うん、何事もがむしゃらに頑張りたいと思います。あ、頼もしい。今後とも、はい、私たちをよろしくお願いします。お願いします。使ってください。使ってください。どうか泣いて喜んではるわ誰も泣いてない心の中で